次はサッカーで盛り上がりましょう。今年はプロ野球だけでなく J1 広島などのサッカーキャンプも行われています。そのうちの一つ、横浜 FC と J 昇格を目指す FC 琉球がトレーニングマッチを行いました。新しい風が吹いた高校サッカーと続けてどうぞ。沖縄で夢の対決が実現です。宮古島市でキャンプを張る J2 横浜 FC と JFL FC 琉球がトレーニングマッチを行い、現役最年長選手キングカツこと三浦知良と新生琉球の大黒柱ガラハカズキが同じピッチに。元日本代表フォワード対決に注目が集まりました。30分ゲームの1本目に登場した両選手、先発出場を果たした横浜 FC のカズは積極的にボールに絡み、来月44歳を迎えるとは思えない豊富な運動量を見せます。一方 FC 琉球のガラハも2007年川崎以来となるカズとのマッチアップに闘志満点。期待された初ゴールは生まれませんでしたが、 J リーグとの実戦を利用してより連携を高めるべく意欲的にプレーしました。なお3試合とも0対0のスコアレスに終わっています。 JFL からJ リーグに向けてね、みんなが一丸となって、それも J リーグの経験または日本代表の経験のあるね、ガナハ選手とか加わって、すごくやる気がね、みなぎってると思いますんで、一丸となって J リーグ入りを目指して頑張ってもらいたいです。カズさんとやれるっていうのは、楽しみにしていましたし、本当に見習うところもたくさんあるので、盗めるところはぜひ見習っていきたいと思います。